メジャー最終戦、全英オープン初日、18日、ロイヤルトゥルーン GC、スコットランド、7385YD、パー71、また、肺に穴が開くかと思った。ちょっと言葉は過激かもしれないが、復帰から6連戦目での、全英オープン、はなかなかしんどい。79、 を叩いた星野陸也は8オーバー138位と出遅れるスタート。立て直したいけど、まだイメージが湧かない、と、休養前の感覚に戻るまではもう少し時間が必要だ。灰から空気が漏れる、気境、をわらい、5月から1ヶ月間の休養をとって6月、全米オープン、から復帰した。当初はクラブの握り方や振り方に迷うほど、 ゴルフをして、早く感覚を戻したかった、と3、4試合の予選落ちを覚悟して連戦を組んだが、実際に2日間で終わったのは初戦と、前週のスコットランドオープンだけ。KLM オープン、10位、BMW インターナショナルオープン、6位と欧州ツアー2試合でのトップ10入りは順調な回復ぶりを感じさせる。 試合をこなす中で徐々に体の状態は戻ってきたが、繊細な手の感覚はまだしっくりきていない。おともとコースや風に応じて、いくつも玉筋を打ち分けるタイプ。それを活かせるはずの前衛で、この日は歯が立たなかった。微妙なカット、抑えたり、風にぶつける玉、微妙な調整がうまくいかない。 と、ティショットに苦労してフェアウェイキープ率は 35.7%14 分の5で全体143位。ラフやブッシュからのショットでリカバリーもできず、前半だけでセカンドショットを二度バンカーに入れてボギーを叩いた。良いショットをした記憶が全然ない、とため息が漏れたが、練習日とは真逆に変わった風向きへの対応策は、初日を終えてイメージできている。 この風だと、1、2パターンのショットじゃダメ。明日は思い切ってやるだけ、と気持ちを奮い立たせた。スコットランドトゥルーン、谷口あす美。